日本習字12月号6年生。はい、筆はいつものように姿勢等法ですね。立てるようにまっすぐ持ちます。古今東西、はい、横角伏せて右上がり、しっかり仕込んで伏せて右上がり、そして縦角は体で引いてきます。で口の字は少し柔らかくカーブしてるの分かるかな。はい、今という字ですね。はい、最初の払いはほとんどまっすぐです。それがだけスッと伸びやかに軽く入って、だんだん太く押さえて、そのまま右にスーッと、はい、短く右上がり、軽く伏せて右上がり、でここから内側に入ってくるんですが、だんだん力を抜いて最後軽く止める感じですね。はい、東、横角を少し軽やかに描きましょう。はい、縦角はしっかり体で引いていきます。伸びやかに軽く入って、次第に太く押さえて、そのまま右に、少し柔らかいですね。はい、お名前書いていきましょう。ご自分の木を描きます。はい、ご自分の名前を描きます。はい、6年生でした。